皆さんこんにちは、キスケです。本日はとあるバグについて、お話ししていこうかなと思います。これね、ガチのバグガチのバグです。はい、釣りとかじゃなくてマジで、まあ使っちゃダメなバグがちょっと見つかったので、そちらの方を見ていこうかなと、思います。新しく追加された無料の、黄色のロゼ、あれに関するバグです。ちょっと見ていきましょうかね。はい、こちら、海外のツイッターの、方の動画になってるんやけど、ちょっと見ていこうかな。はい、ちょっとねツイッターやから画質悪いんやけど許してね。まあ一通りちょっと見ていきましょうか。はい、何が起きたか分かりました皆さん実はもうバグが発生してるんですよね。ちょっともう一回見ていきましょうか。まあ分かる人はすぐ気づいてると思う。これね、新しく追加された無料のロゼが、合体ザマスに落とされていくと。で、時点で出てきた変身ロゼでこう殴っていくんですが、はい、ここ。分かりましたかね？見ててください。バニシングゲージ。見てください。はい。やばくね、これ。これやばくね。これどういうことなのかっていうと、まずこちらちょっとご覧ください。無料のロゼのユニークアビリティの2つ目。自身が場に出てるカウントに応じて以下の効果が発動すると。で、6カウント目。余ダメージ 20% アッププラス、バニシングゲージを 100% 回復。これが、自身じゃなくて、味方のキャラクターに乗っちゃってるっていうことです。うん、ちょっとこれはねヤバめのバグだと思いますまあちょっと見ていきましょうか。じゃあもう一度、まあ、ゆっくり見ていくんですけど、まずこっからですよね。はい、ロゼが出ました。ロゼが出ましたね、無料ので。カウント覚えておいてください。51カウントまだ6カウント経ってないですよね。はい、でここでバニシングを失う。で、落とされますね、これで。はい、まだ6カウント経ってないよね。51カウントで場に出て今48カウントなんで6カウント経ってないんですよ。だから6カウント目のバニシングゲージ 100% 回復がまだ発動してない状態です。で、ブラックバニシング使いましたね、ここです51カウントにバリ出て45カウント、まあ6カウント目ですよね。ここで、落とされていたはずの無料ブラックのバニシング回復が違うキャラクターに乗っちゃってるっていう、そういうバグです。マジのバグ。で、ちょっとね、これ気になったんで、検証してきました。はい、コンピューター戦でね、 PVP では使っちゃダメだと思うんで、コンピューター戦でちょっと検証してきたので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということでコンピューター戦にやってきました。まあ左上の早送り見てもらったら分かる通りコンピューターですね。で、まず無料ロゼを瀕死状態にしておくと。うん、でこれで、まあ一応ね、バトルメンバーは、その、海外の方と全く一緒にしてるんですよ。わかりやすいようにね。まずは、検証のため。で、いいタイミングで、無料ロゼを出して、落とされます。こっから6カウント。ここで落とされるね。まだ、バニシング回復の6カウントは経ってませんと。で、はい。回復しました。ちょっとまずいよね、これはね。はい。まあもう一回流すんですけど、まだ6カウント経ってない。で、後続のキャラクターに変えて、バニシングを失う。で、6カウント。はい、バニシングゲージ回復。ちょっとね、これはね、なかなかやばいと思ってて。で、お次は、違うキャラクターでも発動するのかっていうところをちょっと検証していきたいと、思います。まあ、ロゼ同士やから、こう、AI が勘違いしちゃって効果が発動しちゃってんのかなって思って、今度はまあ全く関係ない違うキャラクターで、検証していきます。はい、まあ、とりあえず、無料ロゼを瀕死の状態にして、
いいタイミングで落とされると、はい、まだ48カウントね、148カウントやからまだ大丈夫、大丈夫かこれ、間に合うぞ、はい、回復これちょっとひどいよね、うん、衝撃的なバグという感じでした。はい、ということで、まあちょっと時間も余ったんで、まあこのバグに関して PVP に、回りながら話していこうと思います。さあ、マッチングしました、スーパーサイジンパーティーですね。まあ冒頭ら辺で、まあ述べた通り、まあ無料ロゼの、6カウント付与、自分自身にしかかからない能力が、まあ味方にも乗っちゃったよっていう、そういうバグなんですよね。うん。で、これに関しては、その修正されるまでしっかりと、まあ、意図的に使わないように、しないと、ダメだと思うんですよね、個人的には。こういうバグって知らず知らずのうちに使ってもなんか罰せられる場合があるんで、まあこういうバグがあるよっていうのを把握しといて、意図的に使わないようにしましょう。うん、結構大事よそういうのは。はい、コンボ補正切って出てくるの分かっとったんでね。なんならワンチャンもう直面した人いるんじゃねなんか回復してんなみたいな。ただやっぱり PVP 中とかやったらさ、もう速度が速いんで、なんかよくわからんうちに使っちゃってたっていう場合があると思うんですよね。なので、まあこういうのはしっかりと回避していくと。うん、マジのバグでしたね多分早急に修正はされると思うんで、まあその辺は安心したらいいんじゃないかなとは思うんですが、ライジングラッシュ。いろいろ悪用できそうやからな。そのロゼやから、味方のキャラクターが変身ロゼやから発動していたっていうわけではなくて、普通にキラベジに対してもバニシング回復乗っ取ったんで、回避しないとね、しっかりと。よくないぞこのバグはよくないと思います。僕はわりかし深刻なバグだと思うんだよな。はい、くらえ、安易特殊だ、よしよしさあ、マッチングしました。緑染めですね。対戦やっていきましょう。緑染めっていうか赤染めっていうか、出てくるキャラクターは緑2枚なんやけど、赤の方が比率が多いっていうね、パーティーのね。はい、お願いします。このパーティーも意外とそこそこ流行ってるよね。対戦お願いします。髪の毛パーティーでちょちょいのちょいお茶の子さいさいやっていこうか。復活キャラクターが入ってんの嫌ですが、ラッキー。出てくる？出てこない。じゃあこれ合体ザマスに変えてグランドクロスを打って、さらにバニシングを早急に奪っていくと。ああ、ただこれ合体ザマスカチカチのカチコさんなんで全然耐えてくれますね。はい、余裕のよっちゃんで耐えます。おお、なるほど、入んのかい。ああ、そうか、忘れとったわこいつ復活キャラクターやのにあんまり見えひんよな。はい、ナイス。これは美味しいな。これキャラチェンしてくんのかな。さすがにし、どうやろう、どっちでもいいか、してこないか。 OK、 これでライジングラッシュの通りが良くなったと。ごはん、最近ボージャックの映画見て久々にドラゴンボール見返したくなったわ。1から、どんだけ時間があっても足らないと思うんだよな。あー、手札開け使おう。はい、使っちゃダメですよみんな。
バグ。マジで不利じゃないからね。意図的に使ったってなると PVP とかでね、まあ、コンピューター戦やったら全然大丈夫だと思うんやけど、誰にも迷惑かけてないんで。PVP では使わないように。制裁が下るかもしれません。なんだびっくりマーク。打撃圧やったら、あー、いやー、これちょっと後ろ下がるべきやったよな。そういうとこなんだよな。攻めてこないね自分から。うん、まあそうだろうね。はい、残念。いやー、これドラゴンボール4つ回収ですが、結局のところこの対決って合体ザーマス生き残ってれば何とでもなると思うんで。入る、シューシュー、グランドクロスだ、くらえ聖なる激凛。気力奪って、髪の毛パーティーマジで強いと思うわ。マリシングいただいちゃう、はい、びっくりマークなしか。まあライジング保持してる状態やから、はい、ナイス、はい、よろしく。さあこれどうする、合体ザマス帰ってきそうやね。一応もう変身したら打撃カボチャないんですよね、ピッコロさんおらんから。さよなら。さあピュー、ライジングラッシュだ、くれ、間に合わんやろ。よし、オッケー。さあラス1、まあこれはもう合体ザマス残ってれば勝てるんで。で相手ドラゴンボール4つ回収してるんで、まあその辺のライジングラッシュを青色で受けちゃえば負けることはないでしょう。硬すぎ。おめえ、いくらユニークフラグメントで強化されたからってよ、覚醒ザマスは突破できんぞ。しかもメインで不利属性向こう切ってるんで相手。これ直当てはしっかりと気ぃつけないといけん。最悪。回避するかなと思ったんやけど。はい。手札吐き、手札吐きだ。バニシングないんで、よし。使わざるを得ないよな。これでももう勝ち確よ。うん。オッケーオッケー。まあ、ということで、締めに入るんですけど、あほう、皆さんマジで気ぃつけてください。まあ、こういうことに直面する可能性もあるんで、PVP 戦っとったらね、お気をつけて。お疲れさんでした。バイバイ。神は軽々しく触れてはいけない存在なのだ。Cause I